東北大学初ベンチャーのスピンセンシングファクトリー熊谷と申します本日は高感度でありながらどこでも使える磁気センサー TMR センサーについてご説明いたしますこの7万という数字なんですがえっとこれは拒絶性神疾患で1年間に亡くなる日本人の数です非常に大きな数なんですがこれで世界に目を向けますと100万人になります このような大きな数字なので、診断市場の規模としましても1.2兆円ということで、このような領域のビジネス、心事系事業について、本日はご説明いたします。一般に心臓の状態を知る方法としては、心電系による診断が日常的だと思います。しかし、か心心電にによって心臓の異常を検出するには、 ある程度症状が進んでないとわからないということがございます。これに対して早期に心臓の異常を検出する方法があります。これがえっと一番下に書いてありますが、えっと心事気になります。心事気は短時間で非接触に心臓の動きをマッピングすることができます。で、非常に微小な領域の微細な変化を知ることで 早期に異常がががあるるとというここわかれ心臓で発作が起きて病院に運ばれた場合に9割の方が病院の手前で亡くなってしまうと言われており早期発見が非常に大事だということがわかります心事系で,でこの,あの正常から異常が始まる部分でスクリーングした場合に8割の方をここで発見できると。 いうふうに言われております。その効果は絶大です。ここで心時計に用いられる磁気センサーについて少し説明いたします。えっとこの横軸がえっと磁気の強さになります。えっと地球儀の下のあたりがコンパスで測定できる地磁気になりますが、これのえっと百分百万分の一ですね。ゼロが六つ、小さいところにやっと心臓の磁界の強さが出てきます。 脳ですとさらに2桁小さいぐらいの次回のあの信号の弱さになりましてこのような微細な信号を今あのスクイットというセンサーで検出しておりますスクイットは冷却が必要ですので、えー、と液体ヘリウムですねこれの維持費が年間1000万円以上かかると言われていますさらに、えー、とこのスクイットの両側の幅が狭いんですけど、えー、動作する範囲が非常に狭いので、えー 大きなノイズが入ってきちゃうと、えー、動作しなくなりますで例えば地磁気がある場合に、えー、それスクイットは動作しなくなりますので磁気を遮断しなきゃいけない磁気シールドルームという中で使わなきゃいけないということになりますがこれも約5000万円ほどかかりますさらに本体は数億円しますので導入費用が非常に高いこれに対して、えー、TMR を新磁気に用いた場合ですがもともと冷却が必要ありませんので、えー 冷却費用ゼロ、それから、えっと、ブルーのラインが地磁気を超えて入ってますが、えっと、動作範囲が非常に大きくてですね、地磁気があろうがなかろうがしっかり動作するということでシールドルームもいらないということで逆に言うと地球上どこでも使えるセンサーということになりますでさらに、えっと、まだ脳の部分にちょっと感度が足してない赤い左右、うんと しの矢印があるんですが、ここについては物理的にさらに感度は上がりますということが予言されていまして、伸びしろもしっかりあるということで、新事件に適したしたセンサーだというふうに認識しております。下に GMR というのがありますが、これは性能的には理論限界に達しており、さらにノイズの点でも弱いということで。 これをまとめますと、次のよう性能、それから使用環境、コスト、すべてにおいて、TMR は新実験に適したセンサーというふうに考えております。でこのセンサーなんですが、どうして SSF でできるんだということになります。縦軸は、これはセンサーの性能、感度になりますで。年代ごとにその感度を追っているんですが、 弊社の名誉顧問である宮崎先生が TMR を発見してた時のデータからつないでいるんですが2010年以降グッと性能が伸びてますこれは弊社の CTO の安藤先生とそれから顧問の中里先生この2人が以降連携の中で国のプロジェクトを起こしましてからグッと上がっていって今ントツの性能となっていますでこれはえっと材料を積層していく 場合にえっ、ー、とこまあの原子1個1個並べながら積層していくという技術になるんですが、この技術の特許と知あのノウハウですね、これが弊社の中にあるということで実現しております。えっ、ー、とビジネスモデルになるんですが、弊社の役割は、えー、磁気センサーの提供になります、えー。契約の関係で詳細は言えないんですが、大手機器メーカーと共同研究の上で。 時期あの新時期の開発を共同で行っており一緒にビジネスを開発していいいるという最中でございます消費、えー、の,の導入戦略につきましては今は、えー、共同研究相手にサンプルを提出している段階ではありますが、えー、大学との共同研究でイン,パクインパクトあるデータを出していただき、えー、その後にアーリーアダプターである大学で研究用とその後に大病院中規模最終的には新療所で裾野を広げていって えー、2028年にはセンサーで数十億円規模のビジネスということを狙っていますがさらに次の一手ということで、えー、性能的にはまだ、えー、必要ではあの開発の必要があるんですがやはり脳のビジネスに次,次は入っていきたいと考えておりますこれは例えばアルツハイマーの早期市場診断市場だけでも3兆円、えー、新時計以上のビジネス規模があると考えています 最後になりますが、弊社のビジョンですが、時期を介してあらゆるものと人をつなぐ、ものが人からの時期信号であれば、病気の早期発見、これで人に貢献できることができると考えていますが、この考え方でどんどんビジネスを広げたいと思っております。ごごごあありりががととううざざいい、いい。ままししした。た。ははそれでは前の方にお越しください 地球上どこでも使えて、はい、かつ疾患を持っている人82%救えるっていう,うす素晴らしいサービスですねありがとうございましたそれでは早速審査員の皆様に聞いてみたいと思いますご質問のある方あ,ありがとうございます渡辺さんお願いいたします はい、プレゼンンテーションありがとうございますあのもう素晴らしいあの精度を持ったセンサーを作られているのかなとあの聞いていたんですけれどもちょっと2点質問ありまして実際あの、精度が非常に高いということなんですけれども先ほどやっら環境とかの,センあのノイズとかも拾いそうな気がするんですけれどもそこの部分はしっかりと分離ができるのかというところとあと実際にあの利用する場合というのは、まあ、日常的に何か我々の生活の中につけてもらうものなのかそれともやはり医療現場の中でなんかこうセンサーとして使っていただくのかどちらのほうが と想定さされていいるのかかお聞かせください、はいえっと、まずあのノイズのあるところで、えっと、どうして使えるかというのはノイズに対する許容範囲が広いと普通、感度が上がっていくと、えっと、それだけ使える範囲ってどんどん狭くなっていくんですが、はい、弊社のセンサーは感度があるんだけど使える幅が狭いあ,、うんあすん、広い。 でそこの信号はなくなななってないんですねうん、うん、なので、えー、とノイズはノイズ信号は信号として残っててうん、うん、で使い方によってノイズだけあとで引き算してで必要な信号だけを取り出してやるという使い方ができるので使えると、はい、それから、えー、と使うその場面なんですが医療のところっていうのは、えーとまあ、あの感度が非常にたあのものをいう部分で、はい、えと非常に狭い ビジネスなんですが、えっと、例えば工場のようなノイズが大きいところに高感度なセンサーがあったらどうなるかというと、えっと、今、予兆管理とかありますがうるさいノイズだらけの工場の中で、えっと、まあ歯車のちによる振動の違いとか電力の微小な違いがこのセンサーで分かればより高精度な予兆管理ができると考えています。 生活環境においてもまた同じようなことをか考え方で広げると思っております。うんうん、まあ両方両軸でもいけるというところですね。そうですね。はい。わか,かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。それではまだお時間もございますので、もう一方に聞いてみたいと思いますが、いかがでしょうか。それでは田の中に聞いてみたい。あ、ありがとうございます。あ、では井川さんお願いいたします。あのこれがあの実用化になるのがですねあの。 大規模病院が2024年、あるいはそのあの一般的に不起訴2028年ということなんですけれども、あの前、あのお話しあった、その競合優位性で、今は TMR さんが優位にあるんですけれども、例えば他の2つ、さっきの競合している新実験があると思うんですけどそちらの方が改善を進めていって、早くあるいは機能がよくなっていくという、そういったこうこの期間の間にですね、 他社の方が早くこうあの実用化も可能になっていく、そういったようなあの脅威はない,のないのかどうかスクイットに関しては、開発が進んでいるのはその、えっと、液体ヘリウムからせめて液体窒素というような開発が進んで、あのコストかからないようにというので進んでいるんですが、えっとまあ、どうしてもシードルームからはなかなか出れない、原理的に出れないと。 いうのが一つそれから GMR に関しては、えっとまあ、今,今は心臓が見えているようなデータを出されている教豪様がいるんですが先ほど申したように伸びしろの部分ですね物理的な限界がそろそろ GMR は来ていると TMR はまだまだ2桁3桁いけてるであのまあデータとしてはあの我々と同じ材料系でも2倍ぐらいの性能を出しているような。 あの基礎的な研究なんですがグループもいますんで伸びしろに関しては TMR の方が優れているだろうというふうに考えております、はい、大丈夫でしょうかありがとうございますそれではお時間となりましたので、えー、以上とさせていただきます熊谷さんありがとうございましたどうありがとうございました